おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日はこちら、もうね、日清のどん兵衛さん、こちらね、より美味しく食べる方法をやってみたいと思います。なんと、ですね、これはまあ、熱湯を入れるんですけど、電子レンジでチンするとめっちゃうまいらしいんですね。稲庭うどんみたいなもちもちの感じが出るらしいんで、ちょっと試してみたいと思います。で、用意するものはその他に丼、サランラップ、この2ついります。はい、やってみましょう。はい、で、お湯が沸騰したらですね、粉末のスープをまずね、こちらから僕は揚げの上にのせるタイプです。はい、はい、沸騰したお湯なんですけど、沸騰したお湯をですね、この線よりもちょっと上ぐらいに入れるのがコツらしいですね。このギリギリの線のちょっと上ぐらいに、なんかレンジでチンするとね、吸っちゃうらしいんで、ちょっと上に入れるのがコツらしいです。で、容器がちょっと変形するかもしれないんですけど、なんか忘れなくても大丈夫です。はい、それでなんかなることはないらしいので、ただラップはちょっときつめじゃなくて緩めにかけてください。はい、緩めにかけないと破裂する可能性があります。じゃじゃん。めっちゃ実は変形しますよね。ちょっと怖い感じですけど、ちょっとね、若干こぼして、これをこちらにね、移します。丼に移します。はい、これでね、あ、いつもとなんか違う感じしますよね。ちょっと透明感がいつもである感じがします。これで溶いてみます。うん、結構ね、熱いと思うんですよ。うん、あ、美味しい。普通に美味しいです。なんか本当に乾麺というよりは生麺に近い感じのテイストになってますね。はい、これぜひ皆さんお試しください。結構美味しいですよ。うん、うん、うまい。Thank you.